現地在住者が語るフィリピンのスラム東南アジア最大のスラムがフィリピンにあるのはよく知られているあなたはどんなイメージだろうか埼玉の和光からフィリピンに移住してはや数年現地在住者の視点でフィリピンのスラムに触れてみるフィリピンのスラムの現状フィリピンのスラムと聞いて有名なのはあのワンピースのモチーフになったと言われる スモーキーキマウンテンテかつてこれがあったトンド地区はカローカーに住んでいたアーメルと付き合っていた頃モール・オブ・エイシアの帰りによくタクシーで通りかかったこのトンドだけでも1キロ四方になんと5万人以上がほとんどゴミとともに風法に居住当然道路などはまともにないのでゴミ収集車も入れずいつ何かが燃えてもおかしくない また衛生面も最悪で万が一の場合の救急車も入れない行ってみて最悪だったのがまともなトイレがないため匂いがすごいこと害虫や害獣が這い回っているこうしたスラムがフィリピンにできる背景にはマニラやセブなどの大都市の仕事を求めてやってきた人たちが結局稼ぐことができないまま住みついてしまう現状がある例えば東京にも上京してきて ホームレス化する人はいるが、多くは日雇いでなんとかその日暮らしができるため、簡易宿泊所などを利用する。最近の若者の貧困に目を向けても、ネットカフェなどに寝泊まりして、見えないホームレスになっており、このようなスラムは作られない。そもそも、日本の行政が大規模な不老者村を放置するはずもないが。先月、フィリピン人のセドリックから聞いて驚いたのが、なんと、 墓場をスラムとして住む人がどんどん増えていること。ゴミも厳しいが、死体と同居など通常は考えられない。それなのに、現地では手作りのチェスを売っていたり、積み上げられた墓石の脇にバスケットゴールを設置してプレイに講じていたりなど、彼らは至って明るい。ちなみに、フィリピンのスラムでボランティアをするなら当然夜は入り込まないこと。そして、昼間でも、 一人ではなく信頼できる現地人や現地在住の日本人と行くこと。衛生面に最新の注意を払うのは必須。通常の旅行ならまだしも、スラムに行くなら予防接種はしておきたい。スラムでもフィリピン人が笑顔の理由。7割超えるというフィリピンの貧困層。俺自身もほとんどスラム化したセシリアの実家に2週間以上泊まり、ポットン便所で 風呂代わりに水を浴び、寝ている間にゴキブリが何度も噛みついてくるような環境で過ごしたそんな中でもこの国では貧困を理由に自殺する人はいないそれは彼らが助け合って生きるのを当たり前にしているからだかつては日本もそうだったのに各家族そして特に都会での他人への無関心の風潮が進み 孤独など悩みを抱えて自ら人生を終わらせる人が後を絶たない物質的に恵まれていても必ずしもそれが人の幸福につながらないことをフィリピンの人たちが教えてくれるフィリピンのマニラに住んで外国人との恋愛ソウルメイトとの出会いや死後の魂の学びによってスラムでのボランティアに目覚めた拓郎仲間の間で大気万世の有名人である彼は 俺と同じ。しいたけ嫌いでもある。